カスカベ氏は、日本の士族の一つ。また古代の文民としてのカスカベ氏は、安官天皇の皇后である、カスガ山田王女の生活の使用に充てられた、領地等の管理に携わった人々を言い、この皇后の名にちなむとする説がある。奈良時代、武者信を与えられた、道の区国押し下軍のカスカベ奥マロの名が、俗に本気、神護慶雲3年3月13日の上に見える。 本来、武者神は、古事記、高昇天皇の段によると、高昇天皇の第一王子天、足彦国を詩人名をそうとした、武者国造の士族であり、春日ガ氏も武者国造と同じく、ワニ氏と同窓を称することから、春日カベオクガロは、上ズ国武者軍に居住した一族で、エゾ政党に際して、道の区国に移動したものとみられている。平安時代、 日本三大実録上岸9年4月20日上には、セップとして称された、カズサ国泉郡のカスカベジカ黒主売りの名が見える。カズサ国泉郡は、維人国像が、食材のため、カスガ山田皇后に献上した維人宮家の地である。以前埼玉県カスカベ市は、カスガ山田王女の御名大部が、現在のカスカベ市周辺に居住していたという、言い伝えをもとに、 氏名の由来としていた。しかし、裏付ける文献が乏しいため確実な裏付けの、ある、鎌倉時代の武家カスカ氏が、氏名の由来だと公式に発信している。なお、東武鉄道ウェブサイトでは、カス山田王女説が、現在も併記されている。カスカ氏には、武蔵国のカスカ氏、道の区国のカスカ氏、伊勢国のカスカ氏と3つの系統がある。どれも、 血縁的につながりがある。また、血縁関係は不明だが、これとは別に、赤松氏の分家が、かすかべ市を名乗っている。帰省かすかべ市は、かつて現在の埼玉県かすかべ市周辺を拠点とした、武家。鎌倉幕府のご家人、かすかべ市の氏名の由来となった。かすかべ市が最初に資料に登場するのは、あずまの文治三年の武蔵国武士について書かれた、こで、 安康州の壇ノ浦での軍事行動を鎌倉幕府に証言するため、春日部平衛という人物が幕府に出頭したと記されている。次に登場するのは、同じく、東鏡元かが2年の校で、武蔵国昭悪を図る執権法上時政による畠山重忠達伊軍に、騎士を源流に持つ大石、春す氏が参加したとの記述がある。畠山氏は、 鎌倉幕府早々期からの有力御家人であり、当時の春日部周辺でも強い影響力を持っていた。畠山重忠に関する資料が、旧昭和町の神社等に、いくつか現存している。前述の春日部平営委が、元旧二年の春日部氏と同一人物、あるいは関係があるのかは、諸説ある。旧派世王の流れを組む岸一族の実直が、12世紀初め。 国画の関係者として、武蔵国に土着したのが始まりである。実直の史実春とその兄弟たちは、それぞれ大石、品川市、春日部市、堤市、牛尾田市を起こした。三春の弟実高は、現在の春日部市、浜川都地区周辺を拠点とし、春日部市を名乗った。当時、春日部は、 下神戸僧の一部であり、春日部氏は源頼政の老党であったと考えられる。実例家のこの實平、孫の実刑の代には鎌倉幕府内での地位を挙げ、春日部氏は有力士族となっていった。法事元年実刑は法事合戦に参戦し三浦氏側についた。三浦安村が破れ自害すると、実刑らも自害し春日部氏の着流は滅亡した。その後しばらく、 カスカベ氏に目立った活躍は見られないが、南北朝時代の延元元年、新田義貞に仕え現行の乱における、鎌倉の戦いで先行を挙げた、実刑の孫カスカベ事務所有事件が、本領安堵として、五代醐天皇から、下神部省の一部であるカスカベ座との自答職を、与えられたと武蔵国軍孫氏にある。これにより、カスカベ氏は再び勢いを取り戻した。 現在のカスカベ市では、この時の功績をたたえ毎年5月に、カスカベ従業の祭りを行っている。そのため、カスカベ市では、カスカベの子祖といえば、カスカベ従業であるとの認識が、現在も一般的になっている。戦国時代末期になると、岩月太田詞に仕え、さらに後法城氏が進出してくると、その支配下に置かれ、徐々に立場は弱くなっていった。 北条方についた、春日部氏は、豊臣政権に、小田原聖伐で領地を没収され、各地に離散していった。春日部座里を没収された、春日部氏は、徳川家康、秀忠が台頭する、慶長年間に、大田氏と縁の深い上杉氏やがもう秀行らを頼り、足なしかしの平塚氏の協力を経て、道の区国会津地方に定住した。江戸時代後期には、 東園のいる伊勢国や美濃国島にも移住した。紳士氏の系図にも、兵士を祖とするカスカベ氏の記述が見られる。紳士カスカベ氏、主に伊勢国で活動した。平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて、官務兵士の平田,田氏旅をそに持つ、紳士家氏一族が伊勢国でカスカベ氏を名乗り、子孫のカスカベ宣言が、 伊勢国友秋軍を所領したのが始まりである。一族の一部は国家の関係者として武蔵国にも移り住んだ。伊勢春す部氏は北畑氏に仕え、神戸市、関氏ら有力氏族と共に北勢48家の一部勢力の伊勢の六人衆と呼ばれた。室町時代中期には、海洋城、伊坂城、星川城等を築城、伊次郎都市勢力を拡大した。 天正年間に、織田信長に城を奪われ、勢力を失ったが、江戸幕末まで武家として存続した。江戸時代後期には、全国各地のカスカベ氏が、伊勢カスカベ氏を頼って移住してきた。室町時代の赤松氏の文家。足利高氏に仕えた、赤松忠志藩が、丹波カスカベ城を与えられ、カスカベ氏を名乗った。赤松カスカベ家、または、赤松伊豆伝とも、 前述の春日部氏との関係は不明。赤松貞則、赤松持帝の功を参照。現在でも春日部氏の子孫が、合津若松氏や春日部氏、鶴ヶ島氏に居住していることが判明している。日本水災連盟創設者の一人、春日部タスクもその一人、ありがとうございます。